昔からですね南北問題問題題というがよく言われます世界には裕福な北の国々とですね貧しい南の国々があると実はその発展途上国の南部の国々がですね今ものすごい力をつけているわけですね GDP も大幅に伸ばしてきているんですが一方で先進国はこういう国々の意見を聞いているのか全く聞いてないんですね。このの動画の高評価 コメントチャンネル登録をしていただきますととても励みになります。 去年の COP26 ではインドが最後にですね踏ん張ってですね温暖化のガスを削減する目標なんかをですねまあ義務的な目標にするのをまあインドの反対で外すことができたわけなんですがまあ今脱炭素の問題も実は先進国ですら今もう目標的には厳しくなってますよねこの発展途上国が言ってたことの方が今どんどんですねそっちの方に流れは来てるわけなんですね現実に 日本も再生可能エネルギーを支援するための補助金でもって日本のエネルギー価格はものすごく高くなっているっていうのは周知の事実ですよね。 ですからそういった補助金をやめてですね本来力に見合った形にそこで脱炭素その炭素を減らすということをやっていくっていうのが本来の姿ではないかと私は前からずっと思っています皆さんジェラって会社ご存知でしょうかこれは中部電力と東京電力がですね出資している火力発電の会社ですがこのジェラはですね日本の電力の約3割をですねつく3割ですよ作ってる会社でこれほとんど石炭火力エネルギーなんですねしかし石炭とはいえどもですね co。2の排出をものすごく減らすことのできる技術があるわけです。ですから、これはまさに日本の世界に誇るべき技術なんですね。ですから、発展途上国なんかはこういった日本のジェラが持っているような技術、こういうものをですね。まあ、欲しがってるわけです。これこそが世界のためになるえ、特に発展途上国の方がはるかにですね。人口は多い？ わけですねですからどうもですね今年はですねまあ、痩せ我慢でやっている脱炭素の流れだけではなくて現実に即してですね、まあ、脱炭素はやりながらもむしろ何でもクリーンクリーンといって補助金を与えるんじゃなくて今ある化石燃料からどれだけ炭素ガスを抑えるのかという。 本来あるべき姿にです、ね、戻っていくきっかけになったのが2022年今年であって経済成長が厳しくなっている時こそです、ね、コストの高いものではなくてコストが低い中でこういった日本の技術を使って少しでも CO2 の排出を減らすという現実的な対応をやっていくとそういう意味で CO2 の排出を抑える技術を持った日本企業の株っていうのは大いにこれから期待ができると。 いうふうに私は考えています動画の最後に失礼いたします私竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版ではただいま新規入会大キャンペーンを行う おります自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい長期的には奥の資産も築いてみたい毎日の利益も積み上げたいそんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております詳しくくは概要欄をご覧ください